将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。将棋の藤井聡太叡王が20日甲府市で指された第9期叡王戦五番勝負第5局で挑戦者の伊藤匠七段に敗れ、シリーズ2勝3敗で叡王を失冠した。終局後の一問一答は次の通り、初タイトルを獲得した伊藤匠新叡王、終局後の記者会見の一問一答は次の通り、朝日新聞デジタルの記事です。ご覧ください。叡王獲得おめでとうございます。改めてタイトル獲得の気持ちは終わったばかりですので実感は湧いてこないというところですけど、やはりタイトルというのは子供の頃から夢に見てきたものなのでとても嬉しく思います。21歳での初タイトル。プロ入りから振り返って、プロ入りから3年ほどでタイトル戦に出場することができて、それも自分としてはできすぎな結果だと思っていたんですけど、タイトル戦では厳しい戦いが続いていたので、このタイミングで獲得できたということも幸運だったのかなと思います。このタイトル獲得の喜びをどなたかに伝えたいか、お世話になっている方はたくさんいますので、あげるとキリがないですけど、やはり両親や師匠には感謝を伝えたいです。対戦相手だった藤井聡太叡王にはなかなか勝てないでいた。どのような気持ちだったか、どう闘志を保ち続けてきたのか。藤井さんにはずっと勝てない状態が続いていて、勝てないだけではなくて内容面でも接戦にすらできていない将棋が多かったので、はっきり実力の差があるという風に捉えて自分自身の気力を上げていくしかないと感じていました。今シリーズを振り返っても苦しい展開が多くて藤井さんの強さを感じることが多かったですけど、何とか結果が出てよかったかなと思っています。山梨でのタイトル戦は初。対局場の時はホテルの印象は、よくタイトル戦が行われている場所で一度対局したいと思っていたので、対局できて非常に嬉しく思いました。訪れてみて、こういった自然豊かな場所といいますか、お庭の眺めも良くて気持ちよく対局することができたと思っています。今回3度目の藤井叡王とのタイトル戦、相掛かりではなく全局角換わりになった。相掛かりは自分が棋士になった時から得意にしていた戦型ではあったんですけど、なかなか対藤井叡王戦では結果が出なくて、また藤井叡王は先手番で角換わりを得意としていて、その対策に苦労していたということもあって、前回の棋王戦の時から自分も先手番で角換わりを採用してみたという経緯があります。夢が叶って、今後の新たな目標は、なかなか現時点で具体的な目標はないのですが、叡王戦では終盤までどちらが勝つかわからない将棋を指すことができたと思うので、そういった熱戦をお見せできるように頑張りたいと思います。もう自信を持って藤井さんはライバルと言えますか、全くそういう認識はないんですが、まだまだ自分の方が実力が不足しているかなと感じているので、今後も引き続き藤井さんとタイトル戦で戦えるように頑張りたいと思います。伊藤新叡王は深い研究に裏付けられた定石型での勝負を選んできた。対藤井戦で他の棋士がどう変化するかというところで結果が出ない中で、そのスタイルを貫いた。もちろん定石型から外して力戦で戦うという考え方もあるんですが、それはそれで自分がうまく指しこなせるかというところもありますし、また変化すると若干妥協して相手にポイントを挙げられた状態で戦うということにもなりやすいので、定石型で戦うのも一気に終盤戦になることもあるので難しいところもあるんですが、ただ自分の中でまだまだやってみたい将棋もあったので、今のところは定石型で戦っているというところですかね。藤井さんと小学3年生9歳の時に戦って最高峰の舞台で戦うようになり乗り越えた。叡王になられた今、9歳の時の記憶は、藤井さんとは出身が愛知と東京で離れているので、小学生の時に対局したのは貴重な縁があったのかなと思います。藤井さんは中学生でプロになられて、そこから自分はずっと藤井さんを目標にやっていたところが大きいので、
藤井さんには自分をここまで引き上げていただいたのかなと思っています。藤井さんが終盤力で上回られたという言葉があった。今シリーズを振り返っても終盤戦ではこちらがリードを許す展開が多かったのかなと思いますし、栄養戦ですと持ち時間が4時間のチェスクロックということで、終盤は時間がない中での戦いになりやすくて、そうなると終盤勝負になりやすかったのかなと思います。その中で藤井さんは終盤力に定評がありますし、なかなか厳しい戦いになるかなと思っていたんですけど、結果が出せたのは自信にもつながったのかなと思います。同世代に藤井さんという絶対的に強い存在がいる、不運だと思う人もいると思うが、自分はずっと藤井さんを追いかけてここまで来られたと思っていますので、藤井さんがいなかったらタイトルも取れなかったと思いますし、本当に重ね重ねになりますが、藤井さんのおかげでこの舞台に上がることができているのかなと思っています。伊藤匠、新叡王に角換わりになり、午前中の進行は4、9、各と打つまでは考えたことがある局面だったんですが、かなり陣形差がある展開なので、こちらが神経を使う展開かなと思っていました。7、5、歩の時に同歩としたのですが、3、6、とも考えるべきだったかと思います。6、6、ギーすぐから攻めを受けた。6、5、歩から6、6、ギースクの筋をちょっと軽視していて、本譜は通常はまずいかなと思いながら進めていました。8、6、歩、同歩の局面は手前の4、6、銀から飛車を取られたあたりは少し自信がないかなと思っていたのですが、具体的にどう指されるか分かっていないまま指していました。同歩の後敵玉に迫る指し方に清算は5、9、とから6、6、桂馬のところは調子はいいのかなと思ったのですが、具体的にその後の手順は分かっていなかったです。ガチと思われたのはそうですね、6、4、桂馬に8、8、金から7、8、金と下駄を預けて進めていくうちに自玉が済まないかなと思いました。一局を総括して途中はこちらだけ終盤戦のような感じになってしまって自信のない展開が続いたんですが、何とか辛抱強く指すことができたかなと思います。シリーズ3勝2敗、5番勝負振り返って、結構全体的に苦しい将棋が多かったと思うので、そうですね、まあなんというか運が良かったかなと思っています。タイトル初獲得になった、そうですね、タイトル戦でずっと苦しい戦いが続いていたので、一つ結果が出せたのは良かったと思います。藤井八冠の一角を崩したことには、そうですね、まあやはり自分自身藤井八冠戦では苦しい戦いが続いていたので、一つ結果が出せて良かったという気持ちです。栄養戦開幕前までは藤井戦は0勝10敗だった。勝因はただ本シリーズも苦しい将棋が多かったので、勝因はちょっとわからないというところですね。竜王に挑戦するとき、藤井世代と呼ばれるには藤井さんといい勝負をする必要があると言っていた。藤井世代と呼ばれることには、そこは意識していないのですが、今後もタイトル戦で戦えるようになれたら嬉しいと思います。挑戦を受ける立場になる、来期に向けて抱負を、まだだいぶ先のことではあるのですが、開幕までしっかり調整できるようにしたい。藤井叡王に角換わりで相手は右玉だった。昼までの展開は途中いろいろ変化はあったと思うのですが、本譜は予定の指し方で攻めは細いんですが、何とか食いついて玉の遠さを生かせる展開になればと思っていました。6、6、銀はそうですね、一応まあ考えていた指し方だったんですが、こちらの玉も薄くなりますし、すぐに寄せ切れる形では全くないので、その後も見通しは立たない局面かなと思っていました。8、6、歩で時間をかけて同歩とした。ちょっと直前の局面が指せていると思っていたのですが、8、6、歩と疲れてみると思わしい手がわからなかったので、
甘いところがあったのかなという気がしています。終盤はちょっとそうですね、7、6、飛車成りとしてしまってからは後手玉に迫る形がないので厳しいかと思います。一局を総括して、そうですね、こちらが途中まで攻めていく展開だったのですが、5、3、銀から5、2、銀という手順がちょっと気づいていなくて、そのあたりから徐々に苦しい感じになってしまったかなと。5-3は7、6、歩からの反撃をしのげるかというところですけど、それに対してもうちょっといい対応があったかなと思いますが、振り返ってみないとわからないかなと。本シリーズ2勝3敗になったシリーズを振り返って、終盤でミスが出てしまう将棋が多かったので、結果もやむを得ないかなと思います。それと同時に伊藤さんの力を感じるところも多くあったかなと思っています。タイトル戦の敗退は初、そうですね、でもそれは時間の問題だと思っていたので、あまり気にせずにこれからもまた頑張っていきたいと思います。羽生先生の167日より長い254日になりました。プレッシャーは、それは特に意識せずにこれまでのタイトル戦と同じようにやっていました。名人防衛の会見でいい将棋がさせていないとおっしゃっていましたが、そうですね、連用戦は特に終盤の精度が低かったのが結果につながってしまったと思っていますが、チェスクロックの時間の使い方は以前から課題ではあったので、それが出てしまったかなと思っています。伊藤七段とはシリーズが始まるまでは10勝0敗だったが、今回といったところが上回られたのか、終盤戦で上回られたというところが多くあったかなと思います。同世代のタイトルホルダー、同世代のライバルがいることはどう受け止めるか、そうですね、この叡王戦でも伊藤さんの実力を感じることが多かったので、私自身も実力を高められるように頑張らないといけないかなと思います。来期への抱負はまだ特に意識していませんが、一局一局頑張りたいと思います。全冠制覇をもう一度という思いは今の段階では全く考えていませんし、まずは実力をつけるのが一番かなと思います。最後にお願いがあります。2024年は叡王を失冠した藤井竜王名人が七冠を維持して、来年度の叡王復活で再度八冠を期待し、また一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。